Okayama Voice Broadcasting。リコメンデーションしたい岡山の人、物、ことをご紹介いただくインタビュー企画、おかりこ。岡山の各業界を牽引するリーダーの方々をゲストにお迎えし、インタビューしてきました。収録と放送日にタイムラグがございますので、そちらも考慮してお聞きいただければと思います。今回のゲストは、株式会社マルゴ代表取締役会長、藤木重彦さん。株式会社シティライト取締役広報部長、丸山隆明さん。笠岡青年会議所第64代理事長、株式会社奥野代表取締役、奥野啓太さんです。それではどうぞお聞きください。ゲストは株式会社マルゴ代表取締役会長の藤木重彦さんです。よろしくお願いします。お願いします。今回岡山リコメンデーション、略しておかりこということで、岡山の経営者の皆さんにご自身が岡山県の中で若者にリコメンドしたい、まあ、人、物、場所なんかをお伺いしてるんですけども、はい、藤木社長はこう何を今回、それはそういうふうに言われるといろんなものを紹介したいですけども、はい、まあ、自分とこのもんでもいいよってこう言われたんで、はい、まあ、うちの商品で恐縮なんですけども、はい、人へというですね、はい、まあ、ランニング、ウォーキング、あるいはトレーニングに、はい、適した旅型の手術ですね、はい、をちょっと紹介させていただけたらと思いますけど、マルゴさんといえばね、旅シューズメーカーとしてもかなり有名な会社さんですけど、その中でもこのランニング用のシューズをご紹介したいというのは何か特別な、ね、これ、まあ、要するに、まあ、ベアフットっていうか、タビっていうのはもともと指がこう分かれている、はい、底が薄いで裸足に近い履物ですよというのが、はい、まあ、最大の特徴なんですね。だから、はい、こう足の裏でいろんな情報を取れるとか、あるいはそのまあ、センサー機能もありますし、はい、そのサーキュレーションの血流の循環とかね、そういうことを促進するという特徴があるんですね、うん、はい、まあ、今までその布で作ってこう貼り合わせたりですね、縫ったりしてるわけなんだけど、はい、それはまあ現代的な感覚で何かこうできないかというのがあって、でやっぱり裸足に近いってことになると、自分の足の形、人間の足の形っていうのはまあかなり複雑ですけども、はい、まあ、大体丸みを持ってますよね、かかとにしても何しても、はい、だからそれに合わせたような、まあ、なんていうんですかね、アッパーというかな、はい、その靴の部分ですね、うん、それを作るためには、まあ、ニッティングですね、まあ、網、はい、編んだものを使うっていうのはまあ一つのやり方やなと思ってたんですね、はい、なるほど。でそれを、まあニット機のメーカーで一番、まあ、世界的にも有名ですけど、はい、和歌山に島精機さんというところがあって、はい、まあ、そちらに訪問した時にいろいろ話を聞いて、いやー旅とかやってもらえませんかねっていう、はい、話をしました、はい、で、まあ、向こうも興味を持ってくれて、じゃあやりましょうということで、そのこう足の部分ですね、はい、それを作るっていうことで、だからそうするとラストっていうんですけども、はい、その靴を作るための型ですね、巻き型っていう、でそれはまあ従来普通はどっかでこう直線部分、平面部分がこう入ってくるんですけども、はい、それをまあ全てアナトミーというか、うん、3次元で全部作ろうと、でまあ、そのラストからこう始まって、はい、でやってみようということだったんですね。今日実はこの収録させていただいているのが、マルゴさんの、まあ、ショールームというか、昔のこう蔵を改装されたような、まあ、いろんな足袋のシューズがあって、まあ、レザーのものとかキャンパスの素材とかいろんなものがあるんですけど、まあ、その中でも今回出していただいているモデルガイド一重でよかったですかね。そうですね、はい、うん、が今のお話でいうと、やっぱその島精機さんの技術だったりとかも、今ありとあらゆるもう技術力を駆使している凝縮されたモデルが、まあ、それだ一重だっていうことですね、今のお話を。まあだから最先端というか、まあ、そのニットの靴っていうのは最近も出てきてますんで、はい、これはまあ今結構溢れてますし、うん、からまあ、指股つけた靴とか、まあ、もう他にも出てますけども、はい、
だからこれはまあ、そのできるだけシンプルに、うん、やりましょうということです、はい。まあ、ニッティングだと全体をこうワンピースでですね、はい、靴側の足側の方はできると、はい、だからそれにやっぱり3次元で作ったゴムの底をまあくっつけると、うん、3次元と3次元をくっつけるんですけど、はい、それをやれば2ピースで2つの部品でもう靴ができるという意味では結構画期的だろうと思うし、はい、まあ、なかなかないと思いますね、まあ、今でもね、まあ、じゃあもう日本、まあ、ひょっとしたら世界見渡しても多分これを作ってるのは裸足に近くてシンプルで、はい、でまあ、なんですかね、足のにこうフィットするっていうことを考えた結果が、うん、まあ、こうできています。はい、でまあ、このヒトエっていうのもヒトエですから、はい、のまあ、単位っていう漢字で書くとね、12ヒトエとかのヒトエですね。だから、まあ、はい、そういうシンプルですよっていうことを表してる。なるほど。藤木さんご自身も完成してこう履いてみられた感触としてはどうだったんですか？ね、まあ、意外と、まあ、アッパーが軽いんで、はい、足に当たります、底がね、はい、ゴムの底が、はい、でもその自分の足をこう入れてるんだから、そのフィッティングについてはまあ全く問題ない、うん、ただ、まあ、ちょっと最初は、ね、違和感があるんですよ、はい、アッパーもそのポリエステルですし、うん、まあ、下に洗うんですかね、とか、まあ、しばらく使ってると、はい、1週間2週間使ってるとめちゃくちゃ馴染んできます。うーん、だから、まあ、僕なんかも、まあ、朝とか晩とかこう土日前ずっと入ってても結構もう1年中入ってるんですけど、はい、まあ、結構長持ちするし、まあ、走る人はね、はい、それはそこがやっぱりちょっと減ったりするんですけど、はい、まあ、とても履きやすい、スポンとこうすぐに履けますし、すぐに脱げますしね、はい、うん、とても便利ですし、はい、気持ちいいです、はい、実は僕も今日その一重を履かせていただいてるんですけど、まあ、あなたも何年かなるよね、もうね。そうです、もう1年ぐらいは履かせていただいてるんですけど、うん、そうそう、確かにおっしゃられる通り、なんか僕の場合はまるとってあれですけど、一回これを履いたら普通の靴を履くときに逆にちょっと違和感感じるぐらい、ね、はい、なのでこれ一応スポーツメインっていうような感じですけど、そのまあ足の健康とかっていうことを考えてもやっぱこの形が一番、うん、まあ、足指をね、はい、まあ、僕らも歩いてると指を動かしてるなっていう、こう実感がね、はい、持てますし、まあ、走ってる人もそうだと思うんですけど、はい、から、まあ、例えばゴルフの練習なんかやるときにも体重移動みたいなやつをこう体感できるとかね、はい、ああ、なるほど。だから、まあ、ジムに行ってる人たちも同じようなこと言われてますけどね、はい、まあ、そういう意味では非常に便利なもの。確かに要するにそこがないので、はい、要するに自分の足の動きというか感覚がそのまま伝わってくる、はい、っていうことですね。あ、じゃあもう本当おっしゃられてる、ゴルフなんかされる方はこれでご自分のなんか体重の移動がすごく分かる、ね、うん、いいのはいいと思いますね。推奨しているプロもいますけど、やっぱこれは社員さんでもやっぱ結構人気なんですか、社員間の中でも。そうですね、結構みんな入ってるし、はい、まあ、走る人もいるし、うん、まあ、我々みたいにただ、まあ、ウォーキングしたりする人もいるし、はい、まあ、ジムで使ってる子もいるんじゃないですかね、はい、ありがとうございます。皆さんちょっとぜひね、ヒトエというシューズ検索してチェックしていただけたらと思うんですが、はい、実は今日丸子さんの本社にお伺いしているんですけども、入り口のところにですね、まあ、岡山で小屋屋さんというですね、まあ文字通り小屋を販売していらっしゃる会社があって、そこが熊健吾さんと、まあ、タイアップして作られている、まあ、小屋があるんですけども、実はそれがポンと置かれててですね、その中でシューズが買えるお店が丸子本社の前にオープンされていらっしゃるんですけども、これは何かこうきっかけがあったんですか？まあ、すいません、ちょっと売り場ですね、はい、私ども商品を扱っていただいている、まあ、売り場のっていうのが、まあ、そんなにたくさんはないということで、どこ行ったら買えるんよと、はい、ここにはあるんですかっていう質問をいつも受けてて、はい、で、まあ、とりあえずそれ来ていただけば本社で対応できるんですけども、はい、まあ、在庫の問題とかいろいろありますんで、はい、一応ショップっていう形態を取ろうということで、はい、今年の夏から、はい、営業するようにしてます。大体ね、まあ、すいません、土日は今休ませてもらってるんですけど、はいはい、会社の営業時間に合わせてますんで、ね、うん、でもまあ
何かしらあの お客様においでいただいて、はい、あの直にいろいろお話しさせていただいてですね、はい、まあ、いろんなご意見をいただきながら、まあ、楽しく、はい、商売させていただいてるっていう感じですか。なるほど。じゃあ、 まずね、人へとか、まあ、旅シューズ興味がある方はまずもう本社に来ていただいたら、はい、今もうお店もあるので買えるよと、はい、そうですね。あのただまあすいません、平日の営業時間中ということになってしまうんですけど、はい、わかりました。まあ、そのあたりもじゃあホームページで確認するなり、ね、はい、お電話していただくなりと。時々あのゲリラで土日やるみたいですけど。ゲリラで土日営業の時も、はい、あ、その時の方がね、たくさん皆さんお越しやすいかもしれないですね。はい、来られるのに。あのとりあえず今週の日曜日って言ってもしょうがないんか。そうですね。ちょっとタイム多分放送までちょっとタイムラグがあるので、はい。実はちょっと僕まだ見てないんですけど、今年9月の17日にあの、ね、あの前もマルジェラのドキュメンタリー映画があったんですけど、また新しくあのマルジェラが語るマルタン・マルジェラということで、まあ、ご本人が出るような映画が公開されているので、まあ、今でも、ね、日本世界中で、まあ、マルジェラの旅シューズっていうとまた、ね、かなりまたスポットが当たってますけども、特に岡山の方には、まあ、マルジェラのシューズもいいんですけど、なんかマルゴの旅シューズっていうところになんか僕は個人的になんかもっと目を向けてもらえたら嬉しいなと思ったりするんですが、あのマルジェラさんのやつも、まあ、ちょっとでもあの履きにくいとこが若干あるかもしれないですけどね。まあ、ファッションという意味では素晴らしいと思いますね。うん、はい、まあ、マルゴはもちろんファッション性もそうですけど、まあ、健康っていうところにも、ね、まあ、どっちかっていうとですね、はいはい、ぜひ皆さんチェックしていただけたらと思います。ゲストは株式会社マルゴ代表取締役会長の藤木重彦さんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。Okayama Voice Broadcasting。 株式会社シティライト取締役広報部長の丸山隆明さんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。あの今回ちょっと初めての企画ということで、あなたがリコメンデーションしたい岡山のことを教えてくださいというテーマなんですけれども、はい、丸山さんがおすすめしたい岡山の、まあ、場所、物、人、こと何でもいいんで一つ教えていただけますか。はい、はい、自分が、岡山で紹介したい場所は岡山市南区千鳥町にある焼肉屋、はい、松岡さんです。松岡、はい、はい、という焼肉屋さんなんですか。はい、焼肉屋さんです。美味しいんですか。美味しいです。美味しいんですね。一番美味しいです。一番美味しい。どんぐらいって聞いてもいいんですか、これは。どんぐらい。5万点5点満点あったら6点です。ちょっと分からない。でも本当に美味しいです。めちゃくちゃ美味しいってことですね。はい、ありがとうございます。よく行かれるんですか。あのよく行きますし、はい、あの大会前に野球、はい、自分野球してるんですけど、はい、大会前に絶対あのそこの焼肉の焼肉屋に行って、はい、食べてから試合に臨むようにしてます。そうなんですね。はい、じゃ あの野球部の皆さんもよく行かれるお店、ね、ってことですね。丸山社長の方も、はい、あの焼肉屋に連れて行ってくださって、はいはい、決起集会なども今はちょっとできないんですけど、はいはい、以前はしていただいてましたし、大会前は家族でよく行きます。そうなんですね。はい、あの丸山さんがちっちゃい時からよく行かれてたとかですか。いや、こっちに引っ越してきてから、はいはい、僕が社会人入ってからです、ね、あそうなんですね。はい、いや私個人的に肉大好きなんで、はい、めちゃめちゃ行ってみたいなと思ってるんですけど、僕のナンバーワンは、はい、ネギ塩上ロースです。ネギ塩上ロース。なんで今めちゃくちゃ笑ったんですか。いやいや、あのメモしてたんで。メモそのまま。すごい、忘れないようにこのメニューを僕本当紹介したいメニューだったんで。ネギ塩上ロースですか。はい、これはめちゃくちゃ美味しいです。あのロースって結構脂身が多くて、はい、なんかこう高級な肉みたいなイメージあるんですけど、はいはいはい、まさにそんな感じなんですか。そんな感じで、あの、はい、ちょっとなるべく太らないようにしてるんですけど、試合前は、はい、明日頑張るぞっていう気持ちで、おお、それ食べて、それを、はい、ちょっとお父さん食べさせてとお伝えして、はい、食べさせてもらいます。お父さん食べさせてとお伝えするんですね。はい、丸山さん大丈夫です。今いい感じですよ。本当ですか。はい、いい感じです。全然噛んでないですし。今日いいな。大丈夫ですか。はい、あの口の練習やっときますか。大丈夫。すいません。あ、コロナなんで。大丈夫大丈夫、しっかり声も、はいはい、出てるんで。ありがとうございます。ありがとうございます。松岡さんですね。松岡さんです。はい、はい、ありがとうございます。岡山市南区の千鳥町、はいはい、結構長いことやられてる焼肉屋さんなんですかね。いや多分僕が見た調べたんですけど、はいはい、多分創業5年。あ、そうなんですね。その前にやられたかちょっと分かんないんですけど、はい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 、へえ、ちょっと行ってみたい。行ってみます。ぜひ、はいはい、コロナが落ち着いたら一緒に。ありがとうございます。お願いします。あ、よろしくお願いします。はい、お願いします。あのいいですか、ネギ塩上ロース頼んでもいいですか。あ、2人前までにします。すいません。お願いします。まあまあ高い、高い、はい、はい、分かりました。全然もう、はい、分かりました。2人前までですか。はい、かしこまりました。はい、
すいません、ちょっとこう余談になるんですけど、はい、まあ、今回あのお借り子っていうテーマで、はい、私ちょっとお聞きしたかったのが、もうまさに丸山さんキャプテン務めてらっしゃる岡山シティライト野球部、はいはい、もうこれももう岡山リコメンデーションする一つの要素かなと思ってるんですけれども、はい、丸山さん今キャプテンということで、はい、で2019年ですかね、はい、全国大会、はい、岡山勢としては何十年ぶりっていう快挙、はい、そうですね、はい、いやこちらもあの岡山の、まあ、野球チームってそんなにこう岡山で目立った動きなかったと思うんです、はい、ずっと、はいはい、でその中で白井さんがガッと言ってくださったっていうのは、はい、岡山の野球少年とか、はい、野球好きの方たちにとってもすごいこう希望になったのかなと思ってるんですけど、はい、どうでしょう今年は丸山さん、ね、いろいろコロナもあると思うんですけど、はいはい、2019年に、はい、あの初めて僕としてはシーライトとしてあの初めて行かせていただいた時には、はい、あのツイッターとかのフォロワーが一気に増えたりインスタとかもしたんで、あの本当に岡山の方々、まあはい、他の県もそうですけど、はい、あのシーライト岡山というチームとか会社をあの見ていただいて応援してくれてるんだなっていうのは本当に感じましたし、今回ちょっと日本選手権の予選では負けてしまって、はい、あのまあ、岡山市で岡山県でライバルである倉敷オーシャンズが出場して、はい、したんですけど、はい、本当はそこはもうそこに素直に応援をして都市対抗でまたあのしっかり勝って、はい、あの大会ベスト8、全国大会ベスト8っていうところを目標にしているので、はい、そこをベスト8に達成できたら、まずはできたら、リコメンデーションしたいところは、はい、シティライト岡山です、自分のところを言いたいです。なるほど、はい、ありがとうございます。そこまではね、はい、ちょっと今じゃないから、ね、大丈夫ですか、なんかすごいドヤ顔をされてますけど、はい、大丈夫ですか。もう、はい、早く紹介したいですね。はい、楽しみですね。楽しみです。なんか来年はねコロナももうちょっと落ち着いてるんじゃないかなってみんな多分希望を持ってらっしゃると思うんで、 そうですね、はい、それこそ大会とかも今まで通り開催して、はい、ぜひ有観客の時に、そうですね、はい、皆さん応援来ていただいて、はい、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、あのこれからもですね今ツイッターとかそういう SNS 関係で情報も随時発信されてるっていうことですよね、はい、ツイッターも発信しますし、はい、この前あのちょっと余談になるんですけど、はい、日本選手権で無観客じゃないですか、はい、でマスカットスタジアムで予選してたんですけど、はい、あのインスタグラムでライブ中継っていうのができるじゃないですか、はいはい、でお店の方で、インスタライブをやってたんですけど、はいはい、そちらであのマスカットでカメラを置いて、はい、写真携帯を置いて、はい、あのインスタライブしてたらそれでもフォロワーが一気に増える。あのそうなんですね、見に来れなくても、はい、あの携帯の方でライブすると2時間半とか3時間流して、はい、あの皆さん見ていただいて、あそれいいですね、一時期 100人とか見てる時間もあって、はいはいはい、あ結構あのそれだけでも緊張しました。あ緊張しますか、お客さんいないんですけど、あ、はい、100人見られてるんだ。そうですね、確かに、でもそれって力にもなりますよね。本当にめっちゃ本当になりました。ぜひあのまた他の大会でもそれやってくださいね。はい、やります。ありがとうございます。楽しみにしてます。はい、ありがとうございます、はい、本日のゲストは株式会社シティライト取締役広報部長の丸山貴明さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。奥山ボイスブロードキャスティング。一般社団法人笠岡青年会議所第64代理事長の奥野啓太さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。奥野さん、今回初めてご出演をいただくということで本当にありがとうございます。こちらこそ大変ありがとうございます。ありがとうございます。あの笠岡 JC さん、今理事長ということで、奥野さんご自身はですねいつぐらいにこう笠岡 JC 入られたんでしょうか。私が入会したのが2016年、はいはい、4月なので5年経過して6年目を迎えようとしているという段階ですね、はい、あのまあ、今日収録させていただいているのがあの2021年8月の終わり頃ということなんですけれども、はいはい、理事長として、まあ、任期といいますか、はい、は今年の年末ということですかね。そうですね、はいはい、あの今年の1月1日から12月31日までの1年間を理事長職として全うしたいというふうに思っています、はいはい、ありがとうございます。もうあの青年会議所さんといえば岡山の皆さんもちろんご存知だと思うんですけれども、各地域ごとにあるこう経営者の方による団体で、はい、まあ、地域の貢献そういった活動をメインにあのご活動されていらっしゃると思うんですけれども、はい、まあ、今そのコロナ禍っていうところで、はい、なかなかその思うような活動ができないさなかなのかなと思うんですけど、そのあたりはいかがでしょうか。そうですね、おっしゃる通り、あの去年からのコロナ禍でまだあの想定外のコロナがですね、はい、今年収束を見せるかと思っていたら、はい、去年よりもひどい状況になっているというような現状の中で、あのいろんな
事業であったりとか、はい、ボランティアであったりとか、はい、また霊界であったりとか、はい、そういうところも計画は立てるけど中止になったり延期になったりというような格好で、かなり上期から下半期に事業がずれ込んだりというような形で、まあ、例年にはない苦労を強いられているような年でもあるかなというふうに思っています。そうですね、はい、本当にその一番、まあ、大変な時期というか、うん、イレギュラーが起こりやすい時期に理事長に、ご就任されたということで、大変ご苦労も多いかと思うんですけれども、まあ、それはそうですね、そうですね、そういうこともあるんですけど、逆に言ったらどの理事長さんも歴代理事長も経験されなかったことなので、はい、そこをしっかりと地に足つけて、はい、形作る事業なんかがアウトプットできれば、はい、かけがえのない1年だったなと思えるような、まあ、そんな年にしたいなというふうに思っています。ありがとうございます。ちょうど次にお聞きしたい質問のちょっと今お答えの一端を教えていただいたのかなと思うんですけれども、はい、今回、まあ、オカリコという企画でインタビューをさせていただいております、はい、奥野さんがおすすめしたい、まあ、岡山のことということでちょっとざっくりしたご質問なんですけれども、はい、奥野さんにとってのリコメンデーション教えていただけますでしょうか。はい、はい、ズバリですね、はい、笠岡青年会議所がこの秋に発信する、はい、事業となる地域おこしソングプロジェクト、地域おこしソングプロジェクト、はい、はい、ダダンって感じですね。そういうことですなんかこちらのこうプロジェクトに関しては、はい、少しこう紆余曲折がありつつ、この地域おこしソングというものが誕生したということなんですけど、はい、そうなんですよ。そのあたりの経緯もちょっと教えていただいていいですか。はい、ありがとうございます。今年ですね、私が理事長を担うにあたって去年の段階からですね、はい、町に対する事業を行うということに対しては、うん、音楽フェスティバルを、はい、いわゆるフェスですよね、フェスをやりたいというふうに思っていました。はい、で素人が簡単にフェスができるわけではないんですけど、当然現役の笠岡 JC のメンバーを中心に、はい、外部で実行委員会を作って、はい、笠岡音楽祭実行委員会というものも発足させてですね、はい、そこに音楽のフェスに従事する、もしくは、アドバイスをいただけるようなそういう方をですね巻き込んで一緒に共同開催をするというようなことを考えていたんです。はいはい、でその、実行委員会の中でも実行委員会の中には、はい、私のですね、はい、兄が東京で音楽活動をしてて、はいはい、DJ をしたりとか、はい、作曲活動、はい、トラックメイキングであったり、プロデュース活動をしてるような背景もあって、はい、音楽フェスをする時にはですね、これまで絡みのあったいろんなアーティストをですね、招聘して開催するということをですねフレームに考えていました。はい、しかしながらご承知の通りこのようなコロナの状況下で今年の4月にですね正式にもう音楽イベントは中止せざるを得ないというような状況にまあ追い込まれて、はい、通常であればもう中止して終わるはずではあったんですけど、はい、まあ、このような状況下で、はい、事業目的は何かというものを先に決めていたんですよ。この活動地域から笑顔を届けることを目的とするという事業を目的にしていたので、はい、軌道修正をしてですね、フェスではない別の形で先ほどの目的を達成できる手法は何かと考えた結果、活動地域、僕たちの活動地域っていうのが笠岡と、はい、あと隣の町の里庄町と、はいはい、あと寄島、この3エリアになるんですけど、はい、ここの活動エリアにですね、はい、笑顔を届けてまた発信できる、なるほど、そのような事業目的が何かって考えた時に、はい、地域おこしソングを作ろうじゃないかと、ひいては、ミュージックビデオもですね、はい、一緒に、撮影をして、はい、今年の秋口にそれを発信しようというような、そのような背景があって今取り組んでいます。なるほど。少しだけなんですけれども、はい、多分オフレコなんで内容についてあんまり言わないんですけれども、はい、拝見しまして、本当にこうなんか笠岡のこうのどかさだったりとか美しさだったりとか、うん、はい、まあ、あと人間味
はい、そういったものがすごいこう詰め込まれていらっしゃるミュージックビデオなのかなと、はい、ありがとうございます。こちらはちなみに、まあ、曲オリジナルでもちろん作っていらっしゃると思うんですけれども、はい、作曲っていうのはどなたが手掛けてらっしゃるんでしょうか。 ありがとうございます。作曲についてもですね、はい、先ほど の音楽フェスで協力を仰ぐ予定であった兄、はい、であるアーティスト名サンパブというんですが、はい、SONPUB と書いてサンパブと言いますが、はい、その兄にですね、はい、今回の楽曲を提供してもらって、はい、その楽曲に、僕たちメンバーが、はい、子供目線での歌詞を書き起こしてはい、で実際にこの歌詞をですね、はい、活動地域の合唱団があるんですけど、その合唱団の子どもたちにですね、うんうんうん、歌ってもらうという格好になっています、はい、なるほど、はい、すごくこう温かみがあるっていうのはやっぱりそこの子どもさんの目線がしっかり入っているからっていうのがあったんですかね、はい、当初はJC メンバーでがっつりダンスをして、はいはい、歌も歌い上げてっていうようなことも考えてはいたんですけど、そうなんですね、内外からいろんな意見が出てまあ最終的に、はい、地域おこしソングを作るとなった時に、重要なのは歌 うまい下手とか、はい、そんなところはあまり重要ではなくて、どれだけその思いが感じられて、はい、またそのエリア の, 切り取る取り上げるロケーションや、ね、うん、登場してもらう人々や、はい、また食べ物とか、はいはい、そういうものが効果的にどう伝えることができるかっていうところが重要だと考えた時には、子どもたちが多少そんなに上手じゃなくても気持ちとかそういうものは僕たちよりもはるかに伝える力があるのかなと思って選定させてもらいました。メンバーだけで歌い上げるっていうのはちょっと一旦保留ということですね、はい、ちょっとずれてくると思う、ね、いけてるいけてないとか個人的にはちょっとそれも見たかったんですけれどそうですねでもまたね機会があったら、うん、もしよかったらスピンオフバージョンっていうのを出していただいたら、なるほどですね、なかなかのプレッシャーですけど、すごくいいんじゃないのかな。ありがとうございます。検討させてもらいます。ミュージックビデオの中には地域の方々もたくさんご登場いただく予定なんですよね。そうですね、活動地域で活躍されている人とか、はい、また貢献されている人、はい、でまた何より街が好きな人、そういう人たちをいろんなジャンルから、はい、我々の目線で精査させてもらって、延べ20人から30人ぐらいの中でですね、はい、この地域でこの人はぜひ登場していただきたいという人に駆け寄ってですね、登場映像の中に参加していただいているというような状況ですね、はい、もう完成がかなり待ち遠しいんですけれども、はい、お日にち的にというかタイミング的には秋とおっしゃいましたかね、はい、発信のタイミングが、そうですね、はい、今10月の16日、はい、配信のプラットフォームは YouTube を考えています、そこに映像をアップロードして配信していく、はい、ということを考えてて、もしかしたら日程が多少前後するかと思うんですけど、はい、笠岡青年会議所でホームページやインスタグラム、はい、Facebook をやってますので、確実にそこに進捗情報はアップしていきますので、はい、そこを確認していただけたら、はい、見ていただくことができますので、ぜひご覧いただきたいなと思っています。そうですね、はい、私ももちろん笠岡何回も来たこともあるんですけれども、はい、やっぱりこうミュージックビデオを通して地域の方々を見つめながら笠岡を見つめるということを今回初めてさせていただいたんですけど、はい、またこう違う魅力というか、はい、本当にこう住んでみたいなとか、そういう印象を今回すごく見ていて感じたので、はい、ぜひですね、本当に笠岡一回行ったことあるからある程度知ってるよとかっていう方がもしいらっしゃったとしても、はい、改めてこう見ていただきたいなというふうに思います。ありがとうございます、はい、我々も歌詞を作るにあたって、はい、どうしても入りきらないようなところはあって、はい、でそこは映像でカバーしていこうというふうに思ってるんですけど、今回やっぱり改めて棚卸しをして歌詞に起こして活動地域を見直した時に、はいはい、こんだけ素晴らしい場所があって食べ物があって、はい、また人々がに溢れてるというところを再認識させてもらういい機会でもあったかなと思います。なるほど。そこが本当に今おっしゃられた通り、そこの
いい部分がですね、凝縮されてるそんな内容になっているので、はいはい、ドローンとあとは地上のカメラを駆使してですね、はいはい、もう撮影クルーのようにそうですねプロフェッショナルなですねメンバーが本当に頑張ってくれたので奥野さんご自身もとても頑張ってらっしゃったと思いますが、はい、そうですね、私はあくまでも陣頭指揮というところではあるんですけど、はいはい、そのあたりの努力も合わせて見ていただけたら、はい、幸いです。ちょっとそちらにも思いを馳せながら、はい、改めて拝見できればなと思います、はい、ありがとうございます。こちらこそ、はい、本日のゲストは一般社団法人笠岡青年会議所理事長の奥野啓太さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。奥野 Voice Broadcasting